ミラクルです。先輩に出演いただけてもだから私の楽曲を提供してくれてるしぶき新田君の、うん、ね、紹介で、そう、新田君とはもう、うちのバンドが仲良くさせていただいてて、うちのギターのヒロと新田君がすごい飲みに行くぐらい仲良しで、そうなんですよね、そう聞きました。そう、それがきっかけでというか、まあ、みんなちゃんのね、イベントに誘っていただいても光栄です、うん、よろしくお願いします。そのワンマンがもう10月のそう4日にバスでワンマンがあって、その後のね、そういうことなんで、そのこう勢いをそのまま持っていきたいなと、熱いイベントになればいいなと。もう10月4日も皆さんぜひ待ってます。待ってください、はい、で今回は女子だけのね、うん、そうだね、イベントになりましたけど、うん、どうですか女子イベント。ドキドキします。なんかそのうちのバンドって別にこう女子ばっかりのイベントに出るわけじゃないので、普段、うん、男性のボーカルさんとか男性バンドさんとも一緒に出演するので、こういう女子しかっていうのは本当にごくたまになので、はあ、どうしようと思って女子がいっぱいいるドキドキと思って、もう私自身それがすごい大きくなので、今日みんなで顔合わせという、そうおしゃれなカフェで、おしゃれなカフェで、おしゃれなカフェで飲んでますなので今回は女子のね、うん、私のステージの前をね、先輩にこう飾っていただけるという、盛り上げていきます。ぜひ皆さん楽しみに、うん、ステージ的にはどんな感じになりそうですか。そうですね、やっぱりこう女子が集まるイベントっていうのもあるので、で鳥の、ね、前を務めさせていただくので、こう盛り上げてそのままこう熱さをバンドにつなげるようなステージをしたいと思ってます。わー、ありがとうございます。ぜひ皆さん楽しみにしてください。楽しみにしててください。